仮にこのアメリカがデフォルトしなくてもですね、アメリカの格下げがあるかどうかっていうのは結構大きなポイントなんですね。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。それでは本日の動画のテーマはアメリカが破綻する可能性について解説といった内容でお届けしたいと思います。最近ですね、お客様からよくご質問いただくご質問の内容として、アメリカが破綻してしまうですね、リスクはあるんですかというようなご質問をよくいただきますと、それはですね、2013年5月今月になってからですね、アメリカの債務条件問題という問題がですね、浮上をしてきまして、それによってアメリカがこれ以上ですね、お金を借りることができなければこう破綻してしまうんじゃないかということがですね、結構ニュースで報道されたりもしているので、そういったご質問をよくいただくと思うんですけど、まあそういったことですね、今回はこのアメリカがその債務上限問題によってですね、破綻してしまう可能性であったりとか、その上限問題によってですね、リスク資産に与える影響がどれぐらいあるのかということについてですね、詳しくご説明ができればと思います。ではまずですね、破綻するんじゃないかって言われているですね、元になっている現況というのがですね、の話ができればと思うんですけど、それがこのアメリカの債務上限と言われるですね、法律でございます。アメリカはですね、お金を借り入れる上限というのはですね、法律で決められてますので、これを超えて勝手にですね、政権与党であってもお金を借りることはできない、国債発行して資金調達することはできないということになっているわけです。なんですけど、この債務上限というのはですね、これ2001年からのこのイラストはチャートになってるんですけども、この上限に達するごとにですね、基本的にこの上限を引き上げられてきて、どん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 こうお金を借りている状態でございますと。で、これ2001年以降のですね、その上限が切り上がっているのをですね、表してるんですけど、2020年から21年ですかね、コロナの対策で一気にですね、お金がアメリカも必要になりましたので、まあ大幅にですね、かなり引き上げて、今はですね、30兆ドル強ですかね、いうのが債務上限になっていて、これがですね、上限まで今回達してしまいましたので、これを引き上げることができるかどうかっていうのが今のですね、焦点になっているわけですね。で、このアメリカの債務上限について、まあ、今回の債務上限ですね、引き上げについてのポイントですね、3つありますので、これについてですね、まずはご説明ができればと思いますと。ポイントの1つ目はですね、このデッドラインですね。じゃあいつまでですね、この債務上限を引き上げないと、アメリカはですね、債務不履行、デフォルトになってしまうのかっていうところなんですけど、それはですね、現在は今年のですね、6月初旬というのがデッドラインと言われてますと。なんで今年の6月初旬なんで、まあ1ヶ月後とかですかね、今は5月のですね、上旬なんで1ヶ月後ぐらいまでにですね、債務上限引き上げられないと、このアメリカのですね、国債の今発行しているものの元本の返済とか利息の支払いとかですね、まあそういったことが滞ってしまう可能性があるので、債務不履行状態、実質的なデフォルト状態になってしまう可能性があるというのがですね、デッドライン1つ目のポイントでございますと。で、2つ目のポイントがですね、この債務上限をですね、引き上げるためにはどうすればいいのかっていうと、民主党のと共和党のですね、合意があって、議会の承認を得れて、初めてこの債務上限がですね、引き上げられるということになっております。で、民主党は当然ですね、政権与党なので引き上げたいんですけど、共和党がですね、これに反対してるんですね。で、共和党もですね、本当にデフォルトしてしまったらですね、困りますので、最終的には承認しようと思ってるんですけど、ギリギリまでですね、この債務上限を承認するということを引き合いに出して、自分たちの政策をですね、認めさせようとしていて、まあ、交渉の材料をですね、使おうとしてるわけです。なので、まあ、本当にギリギリのギリギリまでですね、交渉されるという可能性がですね、高くなっているというのがですね、二つ目のポイントでございますと。で、3つ目ですね。これはもうアメリカがデフォルトするという可能性は極めて低いとは思うんですけど、実は大きな焦点というのがですね、仮にこのアメリカがデフォルトしなくてもですね、アメリカの格下げがあるかどうかというのは結構大きなポイントなんですね。で、アメリカの国債がですね、アメリカが格付け会社の格付けを格下げをされますと、最も世の中で信頼されている国の格付けが下がるということですので、かなり市場がですね、混乱されることが予想されるわけです。で、2011年のですね、8月、もうこの債務上限のですね、問題があって、引き上げ当然されたんですけども、ただそれがきっかけでですね、S&P、アメリカの最大手のですね、格付け会社が、アメリカの長期発行体の格付けっていうのを、格下げしたんですね。AAA と一番高い、格付けから AA+ っていうですね、格付けに1段階ですね、格下げをしたと。いうことによって、まあ、本当市場がですね、かなり大混乱してしまいましたので、
米国債証拠なんてですね、言われてましたので、今回、そのアメリカの格下げがあるかどうかっていうのがですね、非常に大きなですね、ポイントになるかなと思います。まあ、こういったところがですね、アメリカの債務上限に関するですね、ご説明になりますと。それでは次はですね、債務上限の下利用ごとのですね、リスク資産、株とか債券とかですね、為替に与える影響であったり、あとはですね、そのシナリオごとのシナリオがですね、起こる可能性、確率についてですね、私なりの意見をですね、お伝えした資料ですね、表をまとめさせていただきましたので、こちらをもとにですね、お話ししたいと思います。まあ、完全にですね、私の今までの経験からのですね、まあ、独断と偏見によるですね、個人的な考えということになりますので、ぜひですね、皆さんご参考に留めていただく程度にしていただければと思います。ではですね、この表を説明していきますと、一番左側の列がですね、各シナリオということになっているわけですね。で、一番上がですね、早期に合意するされると。6月がですね、デッドラインだとしたら、もう5月中旬とかですね、5月下旬とかに早期に合意されるのが一つ目のシナリオですと。で、二つ目のシナリオがですね、もうギリギリまでですね、本当デッドラインの1日前とかですね、そういった瀬戸際で合意されるというシナリオがですね、二つ目ですと。で、三つ目がですね、同じ瀬戸際で合意なんですけれども、それプラスですね、さっきの前のページですね、ご説明させていただいたアメリカの格下げがセットになってますというパターンですね。もう一つの重要なポイントですね。これが三つ目のシナリオですと。で、四つ目のシナリオはですね、もう最悪のシナリオですね。もう債務不履行ですと。上限上げる承認が間に合いませんでしたと。で、国債の利払いとかですね、できなくて債務不履行、実質的なデフォルト状態になってしまうというようなですね、四つ目のシナリオでございますと。で、各シナリオごとのですね、私が考える、まあ、確率がですね、どれぐらいあるのかっていうのをご説明したいと思いますと。で、早期に合意されるシナリオとしてはですね、10% ぐらいなのかなと思ってます。あらゆるですね、報道を見させていただく限りですね、まあ、かなりこの共和党の、もう瀬戸際までですね、交渉しますっていう姿勢がですね、見て取れますので、そんなに高くないのかなと思ってますので、まあ 10% とさせていただいております。で、二つ目のシナリオですね、まあ、瀬戸際で合意。で、米国のですね、格下げはないっていうですね、そういう可能性は高いのかなというふうに思ってまして、80% というふうにさせていただいております。やっぱりですね、バイデン大統領もですね、日本で行われるですね、国際会議への参加をですね、キャンセルしてまで、この共和党と今協議をですね、して、なんとか債務上限をですね、承認してもらうというふうには考えているのをですね、見てもわかるように、まあ、それぐらい共和党のですね、今回の、もうギリギリまで交渉するという姿勢はですね、非常にわかりますので、やっぱりこの瀬戸際まで交渉されると。なんですけど、交渉が決裂するということはまあないと思いますので、まあ誰も得をしませんので、最終的には合意するんですけど、それが瀬戸際になるという可能性が高いと思ってまして、まあ、この米国の価格下げのところはですね、やっぱりこのコロナの対策があったことによってですね、2011年のですね、債務上限によって、まあ、かなりもう財務状態っていうのは、現在に至る前までにですね、結構悪くなってるんですね。なので、格下げをされるとしてもですね、その時かなと思うんですね。もうちょっと前かなと思うわけですよ。今更っていうことはですね、可能性としてそんなにないかなと思いますので、なので、格下げの可能性はですね、そんなに高くはないのかなというふうに思ってます。あとは、今のですね、国債の価格の推移とか、そういうものを見ていてもですね、国債の格下げまではですね、売り込むような価格の動きではありませんので、まあ、そういったマーケットの動きとかからもですね、推測して、瀬戸際合意で米国の格下げはないという可能性がですね、一番高くて 80% かなのかなというふうにですね、考えている次第でございますと。これは二つ目シナリオの確率ですね。で、三つ目、瀬戸際で合意で米国格下げが、まあ、確率ですね、10% くらいというふうになってまして、マリオはさっきお伝えしたのとですね、同じようでございますね。で、最後のシナリオですね、債務不履行の確率は、まあ、正直ほぼないかなと思ってます。お伝えした通りですね、誰も得もしませんし、これやってしまうとですね、まあ、共和党もですね、もう大バッシングを受けますので、もう米国経済もですね、世界経済もめちゃくちゃになりますから、その罪をですね、まあ、背負うという覚悟を持ってですね、債務上限を引き上げないということはないとは思いますので、この確率はまあ、ほぼないのかなというふうに考えております。というのがですね、可能性のお話でして、じゃあ、シナリオごとですね、リスク資産への影響を見ていきたいと思いますと。一番上のですね、早期に合意のシナリオの場合だとですね、やっぱりこの株式、債券、為替に関してはですね、プラスの影響が基本的にはあるのかなと思ってます。まあ、これはアメリカの株式が中心ですけど、まあ、世界の株にもですね、当然アメリカの株は株式の中心ではありますので、当然プラスの影響があるかなと思っています。なので、まあ、早期に合意をされた場合はですね、株にも債券にもはプラスに働きますし、為替で言うとですね、米ドル高に働く可能性が高いのかなと思います。
回尋ねしないようにですね。で、二つ目がですね、瀬戸際で5位で、米国格差がですね、ない場合ですね。確率が私が一番高いというふうに考えているようなシナリオなんですけど、まあ、なので、これがですね、基本的に規定路線で、今のところみんなが予想している予想になるわけです。なので、株債券、為替の影響ですね、まあ、あまりない、はい、影響は少ないというですね、シナリオになるかなと思いますので、この通りになったらですね、そこまで大きな影響はないというふうに考えてもいいのかなと思います。では、3つ目のシナリオですね。瀬戸際合意で、米国の格下げがされましたという場合ですね、確率はそんなに高くないんですけど、これが万が一起こった場合ですね、株債券はですね、基本的に下落する可能性が高いと思いますと。やっぱりこの株式に関してはですね、この格下げをされることによってですね、やっぱりこの米国債を一番たくさん持っているんですね、アメリカの金融機関だと思いますので、そこのですね、価値が下落する可能性が高いわけですから、今のですね、金融不安がまた再燃して、アメリカの業績が悪いですとか、預金が流出しますとか、そういうことがですね、巻き返しが起こってしまいますので、ちょっとタイミングとして、ですね、今の金融不安であるというタイミングも相まって、やっぱり株式にはですね、相当マイナスの影響があるというところと、国債含めたですね、米ドル建ての債券ですね、に関しても下落する可能性が高いのかなと思っています。2011年当時のですね、S&P がアメリカ国債を格下げした時はですね、実は逆にですね、市場が不安になってアメリカ国債がですね、格下げされたのに買われるっていう、で、価格が上昇するってですね、不思議なことが起こったんですけど、まあそれはですね、欧州危機のタイミングであったりとか、アメリカ以外の国がですね、不安定な状況だったのでそうなったっていうことだけの話だと思いますので、今現在はですね、アメリカ初の金融不安という状況でございますので、ここは素直にですね、下落する可能性の方が、アメリカの国債であったり、ドル建ての債券ですね、下落する可能性の方が高いのかなとは考えております。で、為替に関してもですね、やっぱり米ドル安に基本的に働くのかなと思いますね。これが、瀬戸際合意の米国格下げシナリオで、最後ですね、4つ目の最悪のシナリオで、まあ、債務不履行ですね、パターンで、まあ、確率はほぼないと思うんですけど、もうこうなるとやっぱり株式も債券もですね、まあ、大幅下落しますと。で、債券に関してはですね、価格が下がるということは、世の中の金利がですね、急上昇をするということになりますので、いろんな影響がですね、相当出る可能性は高いのかなと思います。で、為替に関してでもですね、金利は確かに上がるんですけども、やっぱり通貨、米ドルにとってはですね、とんでもないマイナスの影響があるのかなと思います。なので、相当米ドル安にですね、進む可能性あるのかなと思いますね。最悪のシナリオの場合ですね。まあ、こういったところがですね、シナリオ大ごとのリスク資産の影響でございますと。で、次はですね、まあ、アメリカの10年国債の価格ですね、の推移。で、2023年5月1日からですね、直近の5月14日までの価格のですね、チャートを表したもので、5月1から動いたですね、上昇率と下落率を表したチャートになっています。はい、右側のですね、数字、縦の数字が、下落率、上昇率を表しているわけですね。で、この推移をですね、見る限り、まあ、上下 1% ぐらいの価格推移で動いてますので、まあ、基本的に安定した動きになっているわけですね。5月1日から5月14日ですと、マイナス 1.2% ということで、まあ、ややちょっと下落はしてるんですけども、まあ、全くその債務不履行、デフォルトとかですね、アメリカ国債の格下げとか、まあ、そういったものを、織り込むようなですね、そういった下落とか値動きの激しさでは全くない、まあ、安定したですね、価格推移になっているのかなと思います。まあ、このですね、国債の価格の安定的な動きっていうのが、私はですね、最終的にはこの財務上限をですね、まあ、瀬戸際なんですけど合意をされて、アメリカの国債もですね、格下げされないというふうに思っている理由にはなってまして、まあ、基本的に市場は全くそれをですね、織り込んでない動きにはなっておりますので、基本的にそうなる可能性はですね、今のところ低いというふうに考えてもいいのかなと思います。ではですね、アメリカが破綻する可能性について解説の本編動画のですね、最後まとめをさせていただければと思います。ポイント4つあるかなというふうに思っておりまして、1つ目がですね、誰もですね、得をしないこの債務不履行ですね、いわゆるこのデフォルトの可能性はですね、極めて低いというふうに考えてもいいのかなというふうに思います。これはポイント1つ目ですね。で、2つ目がですね、この債務条件、まあ、瀬戸際でですね、合意されるっていう可能性が、まあ、最もですね、高い確率のメインシナリオなのかなというふうに考えております。2つ目ですね。で、3つ目がですね、結構は焦点になるかもしれないんですけど、まあ、この格付け会社のですね、アメリカの格下げがあるかどうかかなと思います。債務不履行っていう確率はほぼないんですけど、まあ、あり得るとしたらやっぱりこのアメリカの格下げなんですね。これはリスク要因として間違いなく残りますので、ここのリスクはですね、注視した方がいいのかなとは考えております。これ3つ目ですね。で、4つ目はですね、リスク要因であるアメリカの格下げが行われた時はですね、やっぱり株式、債券、米ドルっていうのは
下落する可能性はある程度あるのかなというふうには考えております。やっぱりちょっとタイミングまでですね、この金融不安時っていう中でのこの格下げになるとですね、やっぱりこの金融機関の信用っていうのは国家の信用が裏付けにはなってますので、やっぱりこの格下げによって国債価格が下落すればですね、大量の国債を保有しているアメリカの金融機関の業績はまあさらに悪くなりますので、金融不安再燃となってしまうと、やっぱりこの株債券ドルに関してもですね、下落するリスクっていうのはあるのかなと思います。そういったところで、本日は、アメリカが破綻する可能性について解説といった内容でお届けさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。